どう、いけそう？いや、無理。無理？うん。上かなって感じ。上層だな。このまま上層行くの大変だぞ、これ。まあ、行けるだけ行ったけど。出てるなねえ。あれ下めっちゃ湧き出してる、あれ水が。あそこから来てこう回ってきたから多分上層？上層あるはず。おお、当たり。ああめっちゃ湧き出してる。当たりだったね。おお風強い。めっちゃ縦穴じゃん。いやー風すごい。風すごいね。すげーな。水流が少し見える。よし行くかじゃあ。よし。すごいな。昔はいろんな人来たんだな、これ。全然続いてますね、こっちも。うわ。あ？どうした？いや、あれさっき。どこじゃない？あれ。さっき俺。上下さん上から行って俺が下から行ったとこじゃない。あれと中間の穴で一番下が。あ、ほんとや。お、まっちゃん下から行ったんか。でもこのまま上層行くの大変だぞ、これ。で、上から行けるとは多分ここっすよ。ここに来れるんだ。うん。あThank you.
おお。着いたぞ。水流部。そこで動くなよ。はい、濁ってるな、うん、めっちゃ濁ってるな。あ、今ジャバジャバ来たでか。もう取れてきた、取れてきた。結構だって流れ速いですもんね。流れ速い。多分ここが水没部分で、散布っていう、天井が低くなって、はい、行けなくなってるだけなんで、ちょっと探れますね。これ安全第一で、素潜りなんで。カニが、カニ、どっち行ったりかわからん。カニを落としてついていけばいいじゃないですか。カニに教えてもらう。濁りすぎだわ。へぇ、多分ここがいけると思う。すごい流れてるもんな。まあ上流から行くの厳しいな。濁りすぎて。いや、いろいろいけるな、この水中で。いやー、ここ楽しいわ。何食べてるお前。食べたら袋ドロドロになって飛び出すんで、濡らしちゃったんで。次こっちですか。これこっち。次はちょっと上流目指していこうか。はい。水流。新しい探検で溢れて